佐竹健太は、福岡県出身の元プロ野球選手。広陵高校から、社会人野球の NKK に入団。1999年夏の都市対抗野球では、三菱自動車水島の補強選手として出場し、ベスト4の成績を収めた。1999年のドラフト会議で、広島東洋カープから5位指名を受け、入団。2000年、休息は、 最速時速 137km だが、キレのあるストレートと抜いてくるカーブを投げ分ける技巧派サワンとして活躍し、ルーキーながら22試合に登板してチームに貢献した。2001年は左のワンポイントリリーフを試行して自らサイドスローに転向した。しかし1軍では2001年は1試合、2002年は6試合の登板にとどまり、2003年には初めて1。 軍投板なしに終わった。2004年は2月のキャンプ中盤に強格出口症候群で離脱したが、7月に2年ぶりの一軍復帰を果たした。肩、肘への負担軽減のため、サイドスローから従来のオーバースローに戻した。32試合に登板して防御率3.91の成績を残し、プロ初勝利を挙げた。二千五年はプロ入り初の開幕一軍を果たすと、 ほぼ一年間一軍に帯同し、自己最多の50試合に登板した。オリックスバファローズに移籍した、菊地原武に代わる、左のワンポイントとして重宝され、半分以上が1イニング未満の登板だった。しかし、左つは、左打者の方が悪く、支球も多かった。2006年、6年間つけていた背番号36から13に変更した。十二試合に登板し、 チームで唯一3年連続30試合以上に登板した。マーティブラウン新監督によって1イニング以上を任される起用法に変わり、プロ入り後初めてイニング数が登板試合数を上回った。10月28日の周期キャンプで左肘痛を発症したが、前回の病気と同じく手術をしないことを決断した。2007年は休息が上昇し、 140キロ後半まで出るようになった。シーズン前半は2軍だったが、後半にワンポイントとして起用され、20試合に登板。しかし、左率は、右打者に5割以上、左打者にも3割打たれた。2008年7月18日、牧野類とのトレードで東北楽天ゴールデンイーグルスに移籍。背番号は14。7月29日の対千葉ロッテマリーンズ戦で、 移籍後初登板。その後9月7日の北海道、日本ハームファイターズ戦で、先発の一場、安弘の後を受け4回から7回までを無失点に、抑えて、移籍後初勝利を挙げた。最終戦の対福岡ソフトバンクホークス戦では、松中信彦に投じた初球が併設だとなり、その裏に、チームがサヨナラ勝ちしたために、球団史上初の一級勝利を達成した。 その年の契約公開では、楽天選手初の保留者となった。2009年は、チームの先発左腕が不足している、チーム事情により先発転向を目指し、オープン戦では先発で登板した。しかしシーズン中は、ワンポイント及びロングリリーフで起用された。2010年は20試合、2011年は17試合、2012年は3試合に、いずれもリリーフで登板したが、 結果を残せず、10月2日に、球団から戦力外通告を受けた。2013年からは、楽天の打撃投手を務める。2017年より、広島の打撃投手として9年ぶりにフルス復帰となった。2020年限りで退任。時速140キロメートル台前半から、中盤のストレートとカーブ、スライダースクリューシュートを投げる。何度でも、ドリームズカムトゥルー。 ありがとうございます。